毎度、フジモンです。セントラルサーキット来てます。今日はね、親分がドラッグレース参戦ということで、もう12時回ってるんで、ちょっと急いで親分探して見に行きたいと思います。つけた、間に合った。よし、今だ。一発目頑張ってください。間に合いました。ちょっと天気がな、あれやけどな。そう、ちょっと雨降ってきたんですけど。おうおう、調子どんな感じですか？やっぱりええことないわ。ええことないですか？もうこのまま走ってもあかん。やっぱりロスはええな。もうせやだろ、あのインデックスやから、はい、申告タイムせやから、はい、おう、どっちこない、どっちこない。相手 あのフライングの方があるし、あ、いろいろあるから。僕ドラッグ初めてなんで、見ろ、ゆっくり見てください。はい、頑張ってください。はいはい。瞬間にもうみんなやらん。
しい戦いがしてリアクションもかぶって感じたままでございます。どうぞ、ね、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 はい、どうぞ、どうぞ。リアクションを取った渡辺選手、100分の5秒を取った渡辺選手がリアクションを勝った。さあ、そこからスルスルスルとタイムが決まっていくか、もう一度、こちらの選手が出てきました。おー、勝ったのは17秒077を記録したレフトレーンの中谷選手。長尾選手も15秒439と目標タイムのリアクションタイムで、中谷選手の勝ち上がり。さあ、フリーショー意気込みを語ってもらいましょう。規定対決に向けて。よし、今から決勝行きますんで、とりあえず。まあ、師匠といえども。いえども。譲れないものがある。あるある。まあこれは勝負やから。これは勝負やからね。師匠はなんかちょっと余裕かましてますけどね。ちょっと師匠にも、インタビューでも。師匠どうですか、あの迎え撃つ感じで。まず間違いなく間違いなく言わしたるぞ、はい、これガチンコ勝負っすよ。ガチンコ勝負楽しみにしておきますんで。八山田さん304宇賀さん、なんとワンクス対決になりましたね。ワンクス規定対決、さあ規定ともさあ何秒でしたと正解です。を制するのはどちらだ。さあ、ピットロード M か、クルーチか。さあ、どっちだ。おっと、リアクション 0.05 で飛び出したのは三角マルル。これも素晴らしいリアクションです。 0.05 で飛びました。この後、リエロを保ったまま飛び込むことができるか。どうだ。おっ、勝ったのはライトレー12秒30で、これ12秒0か。はい、プラコップ7-7-4-7伊藤さん、なんかプレッシャーか。7-7-4-7伊藤さんお願いします。トップクラス伊藤さん、マルルンの本当の優勝おめでとうございます。素晴らしい。トップクラス、なので優勝は中田さんになります。中田さん、おめでとうございます。その前に2位ですよね。2位はやってみましょう。どうしたか、はい、2位は、残念ながらフライングしちゃいました、2位の方は ATS さんになります。ラッコリー中になります。そして1位の方はトロフィーと以上になります。オインデックスクラス、オインデックスクラスのトロフィーと、はい、
あとこれセントラル階級、金山さんから、宣言です。これもらったら出なくちゃいけないという階級です。みんなでチーム組んで、あのドラッグフェスティバルチームですけど、ましょうか。ぜひセントラル階級の皆さん、出てください。続きまして、これロイヤルパープルさんからいただきました。マックスアドマイザーと、これウィズプロジェクトさんからいただきます。これ、伝統さんからいただいた、ペンケース、本革のペンケースなんです。中野さん、ありがとうございます。インデックスクラス優勝は中野さん、おめでとうございます。よろしくお願いします。こちらです。はい、あ、決まった、ちゃんとしてるからね。はい、はい、よろしいですか。はい、行きます。はい、インデックスクラス優勝は中谷さんでした。おめでとうございます。さあ、続きまして、オープン13立派なトロフィーじゃないですか。そうやろ、これかな、スーパードラフェスの方がちゃうねん。また違うねん。あ、ほら、子供にもでっかいのになっちゃう。おかしい。はい、ということで、親分のドラッグレース見てきました。見事優勝。なんかフジモン出んちゃうかな、勝利の女神的な扱い受けてもええんちゃうかな。親分優勝おめでとう。ということで今回の動画は以上です。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた。